鉄ユリナは日本のクラシック音楽のピアニスト、音楽学者。香川県高松市出身。4歳からピアノを始める。東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校を経て、2015年3月、東京芸術大学音楽学部器楽科を卒業。在学中には、芸大、モーニングコンサート、日韓交流演奏会、同性会新人演奏会等に出演。 大学卒業の年の3月18日には、皇居東御園内の音楽ホール、東華学堂において、毎年開催されている、音楽大学卒業生演奏会にて、午前演奏を行った。同年5月5日には優秀な音楽、大学卒業生から選ばれる、第85回読売新人演奏会に出演。2018年3月。 東京芸術大学大学院音楽研究科修士、家庭を修了。2021年3月、東京芸術大学大学院博士後期、家庭音楽専攻修了、博士。2020年4月より、東邦学園大学院大学専任講師。ピアノを、青柳進むほか、黒田敏子、大山真由美、勝育子、堀江真理子、杉本康子、菊池雄介。 ジャックルビエ、イシュトバン・ラントシュに、室内楽を松原克也、伊藤恵高木彩子、坂井千春に、ピアノデュオを、角野博士、ホルテピアノを、小倉菊子に指示。これまでに、神奈川フィルハーモニー還元楽団、芸大、フィルハーモニア還元楽団、東京シティフィルハーモニック還元楽団、高松交響楽団、広島交響楽団、読売日本交響楽団、 東京交響楽団などと共演、ありがとうございます。